ディック・タイガーは、ナイジェリアのプロボクサー。本名は、リチャード・イヘツ。元 WBA、WBC 世界ミドル級統一王者。元 WBA、WBC 世界、ライトヘビー級統一王者。ナイジェリアのボクサーで、初の世界王者にして、世界2階級制覇王者。1952年のプロデビューから1955年まで。 母国をベースに試合を行っていたが、1955年から1959年までリバプールに住み、1959年から引退後も含めてニューヨークに住んだ。2階級制覇を成し遂げ、死後には大英帝国勲章を受章した。1952年1月1日、タイガーはプロデビューを果たし2階小勝ちを収めしろ星でデビューを飾った。 1952年10月1日、イージーダイナマイトと対戦し初回小勝ちを収めた。1953年1月30日、ブラッキーパワーと対戦し6回判定勝ちを収めた。1953年5月20日、トミー・ウエストと対戦し7回終了時期券による TKO 負けを喫した。1954年1月29日、 トミー・ウェストと8ヶ月ぶりに対戦するが6回判定負けを喫した。1954年11月1日、ピーター・オーク・プトラと対戦し8回小勝ちを収めた。1955年8月31日、ボラジ・ジョンソンと対戦し8回判定勝ちを収めた。その後観戦に訪れていたイギリスのプロモーターの目に留まり、イギリスに拠点を移すことになった。 いきなりの宣令1955年12月8日、リバプールのザ・スタジアムでアランディーンと対戦し6回判定負けを喫した。1956年1月27日、ブラックプールのタワー,アーサーカスでゲイリー・マクナリーと対戦し8回判定負けを喫しに連敗となった。1956年3月1日、タワーサーカスで ジミー・ライナスと対戦し8回判定負けを喫し3連敗となった。1956年3月22日、ジョージローと対戦し8回判定負けを喫し、ドロマの4連敗となった。1956年5月3日、ザ・スタジアムでデニス・ローリーと対戦し初回小勝ちを収めた。完全復調1956年5月10日。 アランディーンと5ヶ月ぶりに対戦し8回判定勝ちを収めた。1956年5月28日、ワーリー・スコットと対戦し4回 TKO 勝ちを収めた。1956年7月2日、ジミー・ライナスと対戦し8回判定勝ちを収めた。1956年10月18日、アランディーンと5ヶ月ぶりに3度目の対戦を行い6回判定負けを した1957年4月29日、ナショナルスポーティングクラブで、ジョニー・リードと対戦し2回 TKO 勝ちを収めた。1957年5月14日、テリー・ドーンズと対戦し5回 TKO 勝ちを収めた。1957年6月4日、マリウス・ドーリーと対戦し7回 TKO 勝ちを収めた。 1957年7月15日、ウィーリー・アームストロングと対戦し8回判定負けを喫した。1957年9月9日、フィル・エドワーズと対戦し10回判定勝ちを収めた。1957年11月11日、パッド・マクアーターと対戦し10回引き分けに終わった。1958年1月13日、 ジャンルエットと対戦し8回判定勝ちを収めた。1958年2月3日、ジミー・ライナスと3度目の対戦を行い7回終了時期券による TKO 勝ちを収めた。1958年2月25日、ジョニー・リードと1年ぶりに対戦し6回小勝ちを収めた。1958年3月27日、ザ・スタジアムでパッド。 マクアーターと対戦し9回小勝ちを収めた。イギリス時代終盤1958年5月1日、ビリー・イーラウェイと対戦し2回1分15秒、TKO 勝ちを収めた。1958年6月24日、スペンサー・ウェブと対戦し10回判定負けを喫した。1958年10月14日、ヨランデ・ポムペイと対戦し10回判定勝ちを収めた。 1959年3月19日、ランディ・サンディと対戦し10回判定負けを喫した。1959年5月12日、ランディ・サンディと2ヶ月ぶりに対戦し10回判定勝ちを収めた。1959年6月5日、マディソン・スクエア・ガーデンで、ローリー・カルホーンと対戦し10回引き分けに終わった。1959年7月17日、 ローリー・カルホーンと1ヶ月ぶりに対戦し10回、1から2の判定負けを喫した。1959年9月2日、ゲーン・アームストロングと対戦し10回判定勝ちを収めた。ジャーデロとの対戦1.2戦1959年9月30日、シカゴのシカゴ・スタジアムで、後の好敵手になる上位ジャーデロと対戦し10回判定勝ちを収めた。 1959年11月4日、クリーブランドのクリーブランドアリーナで上位ジャーデロと第2戦を行い今度はジャーデロに僅差の10回判定負けを喫した。タイトル挑戦前のサバイバル1959年12月30日、シカゴスタジアムでホーリー・ミムスと対戦し10回にから例の判定勝ちを収めた。1960年2月24日、 ゲーン・アームストロングと5ヶ月ぶりに対戦し10回判定勝ちを収めた。1960年4月1日、ビクター・サラザーとボストンのボストンアリーノで対戦し10回、2から0の判定勝ちを収めた。念願のタイトル挑戦、2度目の正直で、獲得1960年6月22日、エドモントンのエドモントンガーデンズで、コモンウェルスイギリス連邦ミドル級王者ウィルフ。 グレーブスと対戦し15回1から2の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。1960年11月30日、エドモントンのエドモントンガーデンズで、コモンウェルスイギリス連邦ミドル級王者ウィルフ、グレーブスと5ヶ月ぶりに対戦し9回1分20秒、TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。念願の世界挑戦に向けて年月日、 マディソンスクエアガーデンでゲン・アームストロングと3度目の対戦を行い9回1分21秒 TKO 勝ちを収めた。1961年4月15日セントニコラスアリーナでスパイダーウェブと対戦し6回2分41秒個勝ちを収めた。1961年5月15日ハンク・キャーシーと対戦し10回2から1の判定勝ちを収めた。 1961年12月16日、マディソンスクエアガーデンで、ウィリアム・ピケットと対戦し10回判定勝ちを収めた。1962年1月20日、フロレンティオ・フェルナンデスと対戦し5回終了 TKO 勝ちを収めた。1962年3月31日、マディソンスクエアガーデンで、ヘンリー・ハンクと対戦し10回判定勝ちを収めた。念願の王座獲得。 フルマー1.2戦目1962年10月23日、サンフランシスコのキャンドルスティックパークで WBA 世界ミドル級決定戦でジーン・フルマーと対戦し15回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。1963年2月23日、ラスベガスのラスベガスコンベンションセンターでジーン・フルマーと2戦目を行い15回1から1の3者。 三様の引き分けに終わったが初防衛に成功した。WBC 王座獲得、フルマー3戦目1963年8月10日、母国で8年ぶりの試合。イバダンのリバティスタジアムで、ジーン・フルマーと3連戦となる WBC、世界ミドル級王座決定戦と WBA 王座の防衛戦を行い、7回終了時危険による、 TKO 勝ちを収め WBA 王座は2度目の防衛、WBC 王座獲得に成功した。試合後リングマガジンから同志認定王座の認定を受けた。王座陥落、ジャーデロ第3戦1963年12月7日、アトランティックシティのボードウォークホールで上位ジャーデロと4年ぶりに対戦。しかし試合は15回判定負けを喫し、WBA 王座は3度目。 WBC 王座の初防衛に失敗し王座から、陥落した。復活への過程1964年7月31日、マディソンスクエアガーデンで、ホセゴンサレスと対戦し6回 TKO 勝ちを収めた。1964年9月11日、クリーブランドのクリーブランドアリーナで、ジーン・フルマーの弟ドン・フルマーと対戦し10回判定勝ちを収めた。 1964年10月16日、マディソンスクエアガーデンで、ジョーヤアーチャーと対戦し10回判定勝ちを収めた。1965年3月12日、ファン・カルロス・リベロとマディソンスクエアガーデンで対戦し6回、TKO 勝ちを収めた。1965年5月20日、マディソンスクエアガーデンで、ルービン・カーターと対戦し10回判定勝ちを収めた。王座奪還。 ジャーデロ第4戦1965年10月21日、マディソンスクエアガーデンで、WBAWBC 世界ミドル級王者、上位ジャーデロと4度目の対戦を行い15回判定勝ちを、収め約年ぶりの王座返り先に成功した。歴戦のモサとの対戦と、王座陥落、グリフィス戦1966年2月18日、ドルトムントのウェストファーレン・ハーレンで、 ピーター・ムエラーと対戦。第二次世界大戦終結2年後にデビューから100戦以上、戦い続ける伝説とのテクニック対決は3回57秒小勝ちを、収め現役世界王者の意地を見せつけた。1966年4月25日、マディソン・スクエア・ガーデンで、エミール・グリフィスと対戦し15回判定負けを喫し、WBA 王座と WBC 王座の共に、 初防衛に失敗し王座から陥落した。ライトヘビー級進出、二階級制覇達成と母国で、最後の試合1966年12月16日、マディソンスクエアガーデンで、WBAWBC 世界ライトヘビー級王者、ホセトーレスと対戦し15回判定勝ちを収め、ナイジェリアのボクサーで、初の二階級制覇を達成した。 1967年2月5日、ポートハーコートのマイルワンパークで、アブラハム・トミカと対戦し5回 TKO 勝ちを収めた。トーレス第2戦と2度目の防衛1967年5月16日、ホセトーレスとマディソンスクエアガーデンで2戦目を行い15回判定勝ちを収め WBA 王座と WBC 王座は、揃って初防衛に成功した。 1967年11月17日、ラスベガスコンベンションセンターで、ロジャー・ロースと対戦し12回36秒、TKO 勝ちを収め WBA 王座と WBC 王座は揃って2度目の防衛に成功した。王座陥落フォスター戦1968年5月24日、マディソン・スクエア・ガーデンで、 ボブホスターと対戦し初のカウンテッドアウト負けとなる4回2分5秒後負けを、キッシー WBA 王座と WBC 王座の3度目の防衛に失敗し王座から陥落した。1968年10月25日、マディソンスクエアガーデンで、フランク・デパウラと対戦し10回判定勝ちを収めた。1969年5月26日、マディソンスクエアガーデンで、 後の世界2階級制覇王者ニのベンベヌッチと対戦し10回判定勝ちを収めた。1969年11月14日、アンディ・ケンドールとマディソン・スクエア・ガーデンで対戦し10回判定勝ちを収めた。1970年7月15日、マディソン・スクエア・ガーデンでエミール・グリフィスと4年ぶりに対戦し10回判定負けを喫した。この試合を最後に現役を引退した。 引退後は、メトロポリタン美術館で警備員として勤務していたが、ある日背中に痛みを感じ検査を受けた結果肝がんになっており闘病した。1971年12月15日、闘病の開幕肝がんのため死去した42歳を打引退からわずか1年5ヶ月の早さで旅立ってしまった。亡くなって20年が経った1991年。 国際ボクシング名誉の伝道博物館のモダーン部門でアフリカのボクサーで初めて伝道に迎え入れられた。ありがとうございます。